皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくキャラこれね、次の1ヶ月ちょいの間かなりおすすめできるキャラ使います。はい、今ですねまず1つ目、あ、まあこのキャラの前にまず先に言うか、次のキャラ強 P グランプリ出てくるキャラが太っちょ剣士、牙、そしてバーサーカーが全部出ますと。でまずそこでパンダが刺さってるんですよね。これだけだったらまだね、カニとかでもいいんじゃないとかなんかいろいろあると思うんですけど、一番の問題が今マーミーがいると思うんですけど、マーミーがちょっと最強すぎると。はい、でマーミーが強すぎて、でマーミー倒せるキャラって限られてるんですよ。ソラキャラまずね、マミーのスキル向こうのソラキャラでも、それってねソラキャラをね、ソラキャラそもそも安定しないから、それにマミーに対してソラキャラ使うのって感じじゃないですか。で他のキャラで何ができるかっていうと、魔導系は一応向こうスキルが、でも魔導だけなんですよ。数足りないじゃないですか。しかも砦前だったらね、あの魔導後ろにも効いてるだろうし、使うタイミングなかなか難しそうじゃないですか。で他のキャラで有効なキャラってのが、まあ、4コスはもちろんなんだけど、3コス以下で有効なのがパンダとコングしかいないんですよ。でコングもいいんですけど、次のキャラティオピーグランプリ的には足キャラが あまりにも多いんで、まあ、パンダが刺せるねというわけで、今回パンダを使っていきます。えらい、めっちゃスキル作ってる。倒した、えらマジ。ビートルって弱くね、何やつのこいつ。ルートルに負けたんだけど絶対今会っちゃいけないこと起きた。絶対起きちゃいけないこと起きたよね。しかもなんならあのレートル逃げるの上手くない、どっか行ったんだけど。もうとりあえず倒した、取っちゃった、ラッキー。はい、とりあえず後ろ流すか。よいしょ、ここも押さえて倒して、はい、やっていきましょう。まあ今ねこの試合パンダが活躍したかって、そうでもそういうわけではないんですけど、まあ、マミーからね受けるダメージが少なくて、マミーのスキルが効きづらいんで、かなり使いやすく、しかもキャラ強 P グラムで刺さってるんで、次ね次回の、リーグ期間しばらくの間ね出てくるキャラにはめっぽう強い可能性が高いです。はい、それではやっていきましょう。そしてねパンダなんですけど、パンダはですねまず、基本的に大体のほとんどの人が足キャラをですね引きに行こうとするんですよ。まあ、引きに行かないっていう人もいるかもしれないけど、引きに行こうとする人の方が割合的には多いんですよ。もちろんクラス単位もいるかもしれないけど、上のクラスになればなるほど引きに行こうとするものなんですよね。勝ちやすくなるから。はい、でそのねパンダさんね、要は足キャラがほぼ来る、もう大体高確率で来るってことはイコールで、役割をかなりほぼほぼ持てると、役割をほぼほぼ持てるというのがまず一つ。そしてそれプラスですね、パンダさんは大型戦とかでもね使えなくはないんですよね。要は大型戦の時にもちろんね重ねるならアマゾネスか重ねた方が絶対強いんですよ。アマゾネス重ねてスキル狙って火力出した方が圧倒的に期待値は高いんですけど、火力もなくてどうしようもないな、重ねるキャラいないな、大型負けちゃうなっていう時にパンダ重ねてあげると、意外とねスキルで相手をね潰してくれたりするんですよね。まあ、もちろん確率なのであれなんですけど、現実的な数字であるぐらいには潰せる可能性はあるってぐらいには結構ね優秀な子なんですよ。まあ、優秀な子ではあるんですが、トロールか、トロールきついね。飛んでもらおうか、トロールさん。飛んだね、オッケー。これ飛び終わった、あぶね。待て待て、ウサギお前切らないで負けるぞ。ザコウサギでした。え、ウサギ何やってんのこいつ、え、何やってんのこいつ、マジで2体切ってスキルゼロなんだけど、ウサギやばいでしょ。ありえないじゃん、ありえないこと起きちゃってるよねこれ、マジで無理なゲーム始まっちゃってるよね。
どうしようもないこと始まっちゃってるよね、間違いなく。まあどうしようもないね、これはマジでどうしようもないこと始まっちゃってる。取ったけどウサギだけで落ちる説ある。落ちたわ。あのね、無理これは。完全にウサギが悪い。ウサギ1匹目スキル発動したら倒してるし、まだ 2匹目スキル発動しても2枚抜きしてるから下のウサギ見れてるから、で見てたら勝ってるから、これはひどい、これはひどい。ウサギどうしたお前マジで。はい、頑張っていきましょうか。とりあえずパンダさん、虹バッジ以外も使っていきたい。普通の状態、普通の状態も使いたいですね。で虹バッジの方が足キャラじゃないキャラも倒しやすく、虹バッジだったら、虹バッジだったら足キャラ以外も倒しやすく、虹バッジじゃなくてもアンチ関係のキャラは問題なく倒せると。そんな感じ、そんなイメージいきましょう。バイクダブルいっちゃうもん。攻め攻めでいこう。詰めてけ詰めてけ、大砲撃ってけ。危なっ。今意外とね、削るのに切ってもね悪くないと思うんだよね。潰していこう。ホックでいるからドラゴンライダーやれるんだけど、やれるけど今まだ届かない。ホックでまだそこまで届かない。しょうがない。もう一回スキル打ったら神ミス打てないか。打った、惜しい。まあ、とりあえずこう様子見ようか。これバカしない、しないか。まあそろそろポックの出番。まあ、リスでいいや。こうドラゴンライダーやってもらって、偉すぎる、ガチで偉い、マジで強い。さあバール行ってもいいんだけど、ポセ行ってもいいって感じ。ポックルが全部やってくれるね、マジでポックル強いね。ポセ行こうか。さあポセに頑張ってもらいましょう。ダブルポックルで削りに行って、ポセやられちゃいますけど、まあ、十分頑張ってくれてるんでいいでしょう。さあ小出てくんのまさかのトレントではありますが、トレントもね、あのボックルはトレント苦手なんですけど、こういう時にパンダ流してあげる、リスも添えてあげる、リスを添えて、これがね意外とね止まりづらかったりするんですよね。ただ止まってしまう、なんなら潰されて死んでしまう。ああ、これはスキル負けしますね、完全に。これ完全にスキル負け、しょうがなし。さあバルーン行きましょう。シマリス、もう壁張っちゃおう、シマリスで。あ、飛んだ、壁張っちゃいましょう。カッコどっか行った。まあでも一応ね、あのバルーンの攻撃ね、ひらめげんねついてたんだっけってぐらい全然なんか食らうんで、まあ、とりあえず大丈夫、倒せる。あとは下のライン遅いんで前に行くのみ。はい、コスト勝ちしてるんで、まあ、入るでしょというわけで、なんとか点差勝利ですね。ギリギリナイス。バトルバルーン強いな。はい、それではラスト頑張っていきましょうか。ラスト、いやはやパンダもね頑張ってましたけど、お相手からもパンダが出てきてた。もしかしたらお相手もね、いやこれ次の環境パンダありなんじゃないって思ってるかもしれない。はい、頑張りましょうか。パンダやっぱ虹バッジのパンダを見せたいからね、もう一回ね。バッチありの、バッチなしのパンダもね、まあ頑張り方で、ね、見せましたけど、虹バッチがやっぱ射程伸びるんで、それも見せたい。できれば取ってほしい虹バッチ。でもなんか他のキャラの虹バッチと違って、まあ、このキャラ虹バッチでも性能すごい変わるんだけど、役割はしっかり持ってるから、虹バッチなくてもそういう部分では
もう悪くないのかなと。そして多分ね、このね、シャフルを見てね、あれタイガーグリフォンなんで持ってんの、なんで使ってんのって思った方いると思う。タイガーね、今回のマッチングね、マッチが今回のあのソロトロね、全部マルチ用のあれでいってた。大変申し訳なく思ってはいる。ハチに無双されてるね。金バッチハッチーがだいぶ頑張ってる。なんならこの麻痺が入る気がする、入るよね。つまりそれが起きるってことはこれがやばいってこと。はい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 、これサタンマジで重いから、激重サタンだからねこれ。サタン激重、スキル打たない、ガチでスキル打たない。打った一発、打ってない、打ててない、打ててないんかい。まあ、とりあえず倒してくれた。射程がね長いのはいいことだね。これはやばいね。行こうか、補正組で。ただだいぶきついねこの状況。ただそこに同じ数、同じキャラをね2枚来てくれるのはマジで美味しい、マジでガチ美味しい。圧倒的に負けの流れから、まあ多分かなりきついんだけど、この状況でもきついんだけど、圧倒的にきつい状況をなんかワンチャン生まれた今の相手のミスで。ただまあ時間的に勝ちはないけど負けはない、そんな感じがする。ダイナマイト頑張ってる。足がないからね今回ね、飛びで全部取られちゃうとこうなっちゃうね。さあ、ジャホー、ポセイドンの前に引っ張って、ポセイドンがスキルを打たない、打たないんかい。はい、ありがとうございます。やっぱパンダ強いね、普通に。ああいうキャラもねまとめてやってくれるからデカすぎる。さっき4体叩き潰して上で。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回ねパンダ使ってきました。まあ間違いなく次の関係に刺さってはいるんで、持ってる方はぜひ補欠もしね、したら出してみてください。意外とね使えると思う。今から育成するのもなしではない、最低限のね役割は持ってるんで、まあ後悔しないですね間違いなく。ちなみに太陽は優先枠にすると思います。なんかベビー入れてこないしね、なんかベビーの環境かなそうなんで、まあ環境変化次第では変わるかもしれないけど、今のところかなそうだからパンダ出そうかな。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。